続いてローマ数字の2番株式に入っていきましょうここでは株式についての重要なトピックというのがたくさん出てきますのでしっかりと押さえていきたいと思います試験対策上も狙われやすいポイントになっていますでまずですね1番株式ということで株式の基本的な要素というところを押さえておきたいと思いますで皆さんに押さえていただきたいポイント番書にまとめているんですがまずはですねこちら 株式の均一性と株式の不可分性というところを見ておきたいと思います1番の株式というところでまず株式の定義につきましてはこれはローマ数字の1番でも出てきてます赤くなってますねここはしっかりと押さえておいてくださいその上で丸一番の株式の特徴というところでまず株式というのは均一性を有しますこれにつきましては後ほど詳しく説明をしたいと思います それから株式はは一株株未満に分割することはできない株式の不可分性というところを押さえておいてください。ということは一株未満の株式株主というのはいませんよということになります。でもう一つ株式と資本金の額との関係ということで、まあ、こちら資本金イコール出資額って書いたんですがこれは赤くなっている部分を押さえていただきたいと思います。基本的には株,主株式会社の 資本金の額は設立または株式の発行に際して株主となるものが当該株式会社に対して払い込みまたは給付した財産の全額としますよということになります私が一人で株,主株式会社を作るとして発起設立私が一人株主ということは私が出資をするんですけれどもその出資をした額イコール資本金の額になりますよということを言っていると ただだし例外もありますね。その下見てください。株式発行の際に払い込みまたは給付にかかる額の2分の1までの額を資本金に組み入れずに資本準備金とすることができますよとこここでですね。1分の2 1まで資本準備金 OK とというところ。全額基本的には資本金なんですけれども2分の1を資本準備金という形にすることは可能ですよと。 押さえておいていただければと思いますこのあたりは後ほどローマ数字の四番の計算というところでも出てきますここではですねまず基本的な要素としてこちらを押さえておいてくださいで、もう一つですねこちら株主有限責任って書きましたこのキーワードについては皆さんよろしいでしょうかローマ数字の一番で出てきましたよねこのあたりについては括弧二番赤くなっている部分しっかりと押さえておいてください はいここまでですね株式について基本的な要素基本的な考え方について見てきましたでここで出てくるのが今度3番ですね株主の会社に対する権利でこの権利につきましては大きく4つ出てきますもう少し具体的に言うと2つと2つですでまず最初の2つというのがこちら受益権と協益権 こちらにつきましてはまあこういうもんかなと押さえておいていただければ結構です。皆様にアンダーラインを引いていただきたいのは自益権と共益権の表の中の定義ですね。で、自益権というのは直接経済的な利益なんです。これを売る権利なんですね。ですから経済的というところはアンダーラインを引いておいてください。一方で共益権というのは経済的ではなくて 経営にといいいうところアンンダーラインを引てておいてくださいですから例えば配当を受けるなんていうのはまさに自益権の代表選手ですし株主総会で議決権を行使するっていうのは逆にこれで経営に参画するわけですから教育権の代表選手と考えてくださいただし試験対策上重要になってくるのはこの2つの権利ではなくて次の2つの権利なんですね。それが テキスト対応ページ開いてくださいこちらですね単独株主権と少数株主権ということになりますで、これ両方大事なんですですからしっかりとここで押さえていただきたいので定義のところはアンダーラインを引いてください単独株主権というのはここですね一株の株主でも行使できる権利ここをしっかりと押さえておいてくださいちなみに皆様こちらですね株式の不可分性っていうのがありましたので 一株未満の株主というのはいませんということは単独株主権というのは全ての株主に与えられている権利と考えてください一方で少数株主権これも定義アンダーラインを引いてください総株主の議決権の一定割合以上または一定数以上を有する株主のみが行使できる権利となっています ということはこれ少数株主権の少数って何なんですかっていうと少数のの株主のみが有すする権利ってて捉えいいいいただければいいかなと思いますですからかなり明確ですよね違いが全ての株主に与えられている一方で少数の株主のみに与えられているこの違いがありますのでしっかりと確認をしておいてください。じゃあ具体的にこれらの 2つの権利どういうものがあるのかというのはですね次のページ主な株主の権利の行使要件というところ表がありますねこの表は非常に重要ですからぐるっとバーカーで囲っておくようにしてくださいで見方としてはまず左側見ていただくと単独株主権と少数株主権に分かれています縦軸ですねまあ縦軸というか縦の分類一方で横の分類見てください一番上段ですね 主な株主権の種類の横ここポイントです議決権数または株式数の要件ということになりますですからここで何を言っているのかなというと権利によっては議決権数の一定割合あるいは株式数の一定割合一定数以上という要件がついている権利がありますよこれは何の話をしているのかというと単独株主権というのはこのような要件はないんですねつまり一株 かかららら与えられてますから一方で少数株主権につきましては少数の株主のみが有する権利その少数の株主っていうのをどういうふうに規定しているのかっていうとまさにここの要件で規定をしていると考えてください。ですから単独株主権に属する株主権の種類のところでこちらの要件見ていただくと全てなしになってますね。一方で少数株主権につきましては全ては何らかのの要件っていうのが 課されていると見てください。そして上段一番右が六ヶ月間の保有要件、これもポイントですね。六ヶ月前から株式を保有しているのかそうじゃないのか。要件ありの場合は六ヶ月前から株式を保有してないと与えられませんよこの権利はということです。一方でなしの場合はいや六ヶ月よりも後につまり三ヶ月前に保有したっていう株主であっても。 その権利は与えられますよとこういうういい感じになりますよろしいでしょうかでょかこの表につきましては試験前までには何とかそれぞれの権利の種類とそれから議決件数または株式数の要件それから6ヶ月間の保有要件について頭の中に入っているようにしていただきたいなというふうに思いますがまあ今日はですねその中でも特に重要なポイントここをですね押さえていただければいいかなというふうに思います。 ちなみにですね議決権数または株式数の要件ってあります株式数っていうのはなんとなくイメージが湧くんだけど議決権数って何なんだろうまあ、こう思われている方も多いかなというふうに思います議決権というのは株主総会で行使するその権利の数ですよねで、基本的にはこちら一株は一議決権というですね原則があります ですからこれだけ見るとあえて議決件数または株式数って分けなくてもいいんじゃないですか同じ数なんだからただし現場では実はこれ株式の内容によってはこの次に出てきますけれども議決件数が与えられない株式っていうのもあるんですよねですから現場では株式数イコール議決件数になってないことが多いですのでまあ多いというかそういうケースがありますので ここでまた割ってあえて分けて表記されてるんだなと捉えていただければ結構ですで、この表の見方なんですがやはり6ヶ月間の保有要件があるっていうのは重要な権利になりますので株主権になりますのでしっかりと押さえていただきたいということで単独株主権から見ていきますと単独株主権の中では下の2つに6ヶ月間の保有要件というのがあります1つは代表訴訟提訴権です これはローマ数字の3番の「期間」というところで詳しくやりますが株主が取締役に代わって訴訟を起こす権利ですそれから取締役執行役の違法行為差し止め請求権この2つが6ヶ月間の保有要件があるよというところを押さえておいていただけるといいかなと思います。少数株株主主権権につきまましては、ま、ず一番上ですね株主提案権 これは六ヶ月間の保有要件がありますそれから議決権数の100分の1以上または議決権の300個以上というですね要件も課されているということになりますですから少数株主権の中でも六ヶ月間の保有要件が課されているというのは非常に厳しいわけですねつまりホットでの株主にはその権利は与えないよで例えばこの株主提案権なんですけれども現場でよく出てくるのが 取締役の解任決議案なんかを提案されるケースっていうのが出てきますまあ、そうするとですね特定の取締役を不利に追い詰めるためにガバッ株式を有して権利を行使するなんていうことが考えられますよねだからそれを避けるために6ヶ月間の保有要件を課してるんだなというふうに捉えていただけるとまあ、イメージしやすいかなと思います それから総会検査役選任請求権につきましても保有要件ありですね。議決件数の100分の分以上ということになります。荒れそうな総会だなと思ったらやはりこの検査役を置くなんていうことがあるんですよね。そういっった権利を持ってますよというところ。それから6ヶ月間の保有要件ありで言いますと下から1234番目ですね。 取締役等の解任請求権、まあ、これも先ほどの株主提案権というところとリンクしてますけれども、6ヶ月間の保有要件がありますよということになります。あですから、先ほどごめんなさい、株主提案権のところで取締役会の解任というのがよく提案されてますよという話がありましたけれども、これはこっち側ですね、むしろ取締役等の解任請求権の方に該当するかなというふうに思います。はい、ですから ちょっと厳しいですよね100分の1よりも100分の3ですから1%じゃなくて3%以上持ってないと与えられませんよっていうことですからまあより厳しくなっているっていうのがお分かりになるかなと思います総会招集権、えー、これは同じく議決権数の100分の3以上そして保有要件ありになっていますこれはまあ文字通りですね株主総会を招集する権利なんですねでこれはどういうことか 招集は基本的には取締役が行うんですけれどもあるいは取締役会が行うんですけれども例えばちょっと自分たちの経営がうまくいってない時にですね何かこう不足の事態が起きてえこれは株主に説明をしなければいけないなんていう事態が起きた時も、まあ、やっぱり自分たち責められますからね臨時株主総会を開かないなんていうケースがある。その時にですね いいいやいやいやもうこれは説明してくださいよっていうことで株主側から総会を招集することがある、まあ、その権利と考えてくださいですからこれね当然あれですよね単独株主権にして全員招集できますよなんてことになったらこれは収集がつかなくなくっちゃいますよねですからまあこれは少数株主権でしかるべきかなというふうに思います。 で最後なんですが6ヶ月間の保有要件はないんですけれども保有要件はないんですけれどもただし議決件数または株式数の要件が厳しい株主権がありますそれが下から2番目会社解散請求権ですね当然ですよねえ議決件数の10分の1以上または発行済み株式総数の10分の1以上10%以上持ってないとダメですよっていう風になっています じゃあなんで6ヶ月間の保有要件ってないんですかっていうとやっぱりこれ会社を解散する事態っていうのは会社の経営が由々しき事態になっているかなと思いますのでまあそこは待ったなしかなと思うんですよね。でやっぱり株主株式をたくさん持っている株主っていうのがまあ一番ですね影響を受けますからまあそこの6ヶ月間の保有要件っていうのはちょっと考慮しない。たただしその分株株式式数または株式 議決件数または株式数の要件というのは厳しくしておこうとこういう感じかなと思いますのでイメージとして捉えておいていただけるといいかなと思いますはいではですねまあ今どこ説明していたかっていうと単独株主権とそれから少数株主権についての説明だったんですねそことリンクして表も結びつけて押さえておいていただけるといいかなと思いますではですね続いて見てください受験株式制度ですねこちら受験株式制度 ここれは何ななんでですすかとという赤くってるろね会社が将来発行する予定の株式の数を定款で定めておいてその受験の範囲内で取締役会決議等により適宜株式を発行することを認める制度ですと。まあ、ですから定款に発行可能株式数って書く場所があるんですよね。でこれなんですけれども。 ポイントはですね次もアンダーライン引いておいていただきたいんですけれどもこちら公開会社では設立時には受験株式数の少なくとも四分の一以上は株式を発行しなければなりませんよということになりますこれどういうことかというといや将来ね稼ぐから稼ぐからたくさん株式発行できるようにしておきましょうだけど今はそんなにお金がないからちょこっと出資しておきましょうこういうケースも考えられるんですよね ただ公開会社の場合はですねやっぱり株式が流通していきますからそれだけ社会に対するインパクトっていうのも大きくなりますので将来頑張るからっていうのは通用しませんよこういうイメージで捉えていただけるといいと思うんですよね。もし発行株式数をたくさんにするんであれば少なくともその4分の1は設立時にきちっと出資してくださいねこういう考え方と捉えていただければいいかなと思います。私も定管作った時にですね これどううしようかなと思ったんですね発行株式数、まあ、私の会社の場合は譲渡制限株式ですからですから譲渡制限会社なんです、ね、ですすねので公開会社ではありませんよろしいですかねこの譲渡制限会社と公開会社これはもうパッと出てきてあこういうこと言ってるんだなっていうのが分かるようにしておいてください逆に公開会社ってなんだっけなって思われた方はここはですねもうローマ数字の一番で説明してますから戻ってしっかりと確認をするようにしておいてください。 で上制限株式会社の場合はですね上制限会社の場合は基本的には何株でもいいんですね発行株式数だから交渉人の方もお茶目でしたねこれ何株でもいいんですよねって聞いたらいいですよって1億株でもいいですよいや1億株はちょっとそこまでねいけばいいですけどねこういう感じですよねはい、まあ、ですので公開会社の場合はこういう要件が 課されてますよっていうところをここで押さえておいていただけるといいかなと思います株式買取請求権次見てくださいここもアンダーライン引いてきましょうこれも後々出てくるキーワードですからここで基本的な内容としてしっかりと押さえておいてください一定の場合株主総会決議に反対した株主等に株式買取請求権が認められるこれローマ数字の1番のところで株式譲渡自由の原則ってありましたこれは原則として株主は 他の株え他の人に対しては株式を譲渡することができるんですけれども会社に対しては譲渡することができませんよということでしたつまりその例外ですね例外です。でこの一定の場合っていうのはまさに株主総会決議に反対した株主等って書いてありますけどどことリンクしていくかっていうとこれは合併とか。 会社分割っていうところとリンクしていきますので、まあ、ここでは、まあ、そういった例外が認められてるんだなというところを押さえておいていただけると結構です。株主平等の原則ってありますよね。えー、こちらもアンダーライン引いておきましょう。株式会社は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならない。ここなんですよね。有している株式の内容と数に応じてっていうことになります。 なんとなく株主平等の原則っていうと。株主であれば、一株だろうが百株だろうが一千株だろうが、みんな平等に扱いましょう。そんなわけないですよね。これにつきましては、ですから、株式がいいですか、株式がその持っている、その内容。あるいは数。これが均一なんですよ。先ほどありましたね。株式の均一性ってありました。これ内容数、同じ内容。 で同じ数持ってるでであれればそれはもう均一ですよすなわち数が多ければ数が多いだけ与えられる権利っていうのも増えてきますしまあそれは少数株主権のところですよねそれから持っている内容に応じて行使できる権利っていうのも変わってきますよとここをですねしっかりと押さえておいていただければいいかなというふうに思います。最後にちょっと離れれますけれども表を挟んで括弧8番 共有者による権利の行使ここはですね平成30年度に本試験で出てますよねしっかりと押さえておきたいと思いますが共同相続の場合には株式の共有が生じますまあ、株式を相続するときに共有している状態というのが生まれる可能性があるんですよねいやいや分ければいいじゃないですかって思いますよねですけどまあ相続のところと連動してきますけれどもやっぱり遺産分割協議があまりうまくいかなかったりとか まあなかなかこううんと言ってくれる人がいない場合っていうのはじゃあどういうふうに分割するかっていうのが宙に浮いちゃってるケースってありますねそうすると株式っていうのはやっぱり誰かが株主にならなければいけないだけど分割できてないって考えるともうこれ共有にししちゃうしかないんですよね、まあ、そういう状態が例えばあるよっていうふうに考えていただけるとイメージしやすいかなと思います。株株式式のの共有者者は当該株式についての権利行使者を1人定め 株式会社にそのものの氏名または名称を通知しなければ当該会社について権利を行使することはできませんこれはだから株式会社からするとありがたいですよね共有していますって3人で共有していて3人言ってることバラバラなんて言われると困っちゃうわけですねですから3人の中で誰か権利行使者を定めてくださいよっていうふうに法律では言っているということになりますだ株式会社側が守られてます。 ただし、まあその守られている方の株式会社が同意すれば、株式の共有者は権利行使者の指定通知をしなくても権利を行使できますよ。こういう感じですね。ただ、その次も大事です。権利行使者を定めるにあたっては、共有者の持ち分の過半数で決定することができますので、まあ、なるべく定めてください。よ。過半数で定めましょう。誰かが反対するかもしれないけれども、過半数がオッケーであれば。 その人を権利行使その人というか誰かその中でですねその時に話し合われた人権利行使者にしましょうとこういう形になります権利行使者は自己の判断で株主権を行使することができたとえ共有者内部における合意に反していたとしてもその権利行使は有効とされるですから株式会社側からするとやっぱり権利行使者が決まっていると安心ですよね安心ということになります で、株式会社としては、株主がに対してする通知、または催告は、共有者の通知がない場合には、共有者のうちの一人に対してすれば足りますよ。こういう感じです。よろしいでしょうか。はい、ここまでですね。しっかりと、まあ、ちょっと全部赤くなってますので、大変かなと思います。けれども、捉えておいていただけるといいかなと思います。はい、それではですね、株式について見てきました。続いてですね、今度は。 今例えば株主平等の原則のところで内容と数に応じてなんていうのがありました数っていうのはわかるんですけどじゃあ内容って何なんですかそれが次のお話ですね株式の内容と種類というところを見ていきたいと思いますよろしくお願いしますはいそれでは番書を確認してください続いてこちら 株式の内容と種類というところを見ていきましょうテキスト該当ページを開いてくださいで、ここで重要になるのが2つですカッコ1番の丸 ① 番特別な内容の株式と丸 ② 番種類株式この2つの概念をしっかりと押さえてください特別な内容の株式 赤で色がついてますねここしっかりと押さえておきましょう発行するすべての株式の内容として特別な事項を定めることであるというふうに書かれています一方で丸 ② 番の種類株式については権利の内容の異なる複数の種類の株式であるここもアンダーラインを引いておいてください今読み上げたところ2つともアンダーライン引いておいてください図を見ていただくと株式の内容と種類ということで特別な内容の株式というのは真ん中ですね この図でいうと真ん中株式会社が発行する株式についてある内容の株式それをすべて発行するこの場合に特別な内容の株式は発行ということになります一方で種類株式というのはすべて同じ内容の株式で発行することはできませんよ様々な種類の株式後で出てきますけれどもあるんですけれどもそれを織り交ぜられますよとこういう形になっていると 捉えてくださいではですね特別な内容の株式として発行できるのってどういう内容なのっていうのが括3番の「特別な内容の株式」というところに書かれていますのでここでしっかりと押さえておきましょう。番番番これ非常に重要ですのでしっかりと押さえておくようにしてください。順番番に行きまましょう、ま、ず番上制限株式でこれは やはり色がついているところについてしっかりとアンダーラインを引いて押さえていただきたいと思います、まあおなじみかなというふうに思います譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨を設けてますよということになりますですから株主が他の第三者に株を譲ろうとしたときにきちっと株式会社側の承認を得ないとダメなんですよというですねえこういう株式 これをすべて発行した場合に特別な内容の株式ということになりますそれから丸二番見てください取得請求権付き株式でこれはどういうことかというと発行する全部の株式の内容として株主が株式会社に対して取得買取を請求することができる旨を定めている株式であるというところですねここしっかりとアンダーラインを引いておくようにしてください つまりこれどういうことかというと株主は株式会社に対して基本的にはその会社が発行している株式をいやいやもうちょっといらなくなったからあんた買い取ってくださいよ発行した株式会社には言えないこういう原則でしたよねその例外として取得請求権付き株式っていうものであれば 株主側から株式会社に対していやこれもういらなくなったからあなたとところで発行している株式引き取ってねっていうことが言えるこういう株式であると捉えてくださいでそれと似てるんですけれどもちょっと違うのが ③ 番です取得条項付き株式これどういうことなのか読んでいきましょう発行する全部の株式の内容として株式会社が一定の自由が生じたことを条件として取得買取することができる旨の定めが設けられている株式であると。 いうところになりますこれは逆ですね株式会社側から株主に対して岩瀬株式会社が、まあ、皆さんが株主だとすればいやちょっとあの発行した株式なんですけど買い取らせてくださいうちに買い取らせてくださいこういうイメージです。ここれが取得上付き株式とということになりますですから二番と三番っていうのは結果的に見ると。 こうした株式会社に対して株主が自分が持っているその会社の株式を譲り渡すということになるんですがアクションを起こすのが株主側からアクションを起こすのが2番一方で会社側からアクションを起こすのが三番こういうふうに捉えていただけるといいかなというふうに思います。 繰り返しになりますけれどもこの3つについては特別な内容の株式として発行できますよじゃあ特別な内容の株式って何だったかっていうと発行する株式全てをその内容にしますよということで捉えていただければと思いますでは続いていきましょう今度は種類株式ですね種類株式4番を見てください で種類株式なんですが、まず色がついてますね。株式会社が権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その株式を種類株式と呼ぶ。ここまでアンダーラインを引いておくようにしてください。では種類株式どのようなものがあるのか、これも順番に丸1番から見ていきたいと思います。まず丸1番見てください。配当残余財産分配についての種類株式ということになります。 でこれどういういものなのなかやはり色がついているところはしっかりと押さえていただきたいんですがこれは常用金のの配配当あるいは残余財産の分配ですね生産するときに残った財産っていうのをじゃ分けましょうといったときに他の種類の株式よりも優先的な地位が与えられる株式を優先株式としましょう。 一方で劣後的な地位が与えられる株式を劣後株式標準となる株式を普通株式としましょうまあこういういい株式と考えてくださいつまりやっぱりそういう例えば財余財産分配なんていうところになると全ての株,式に株主に等しくですね株主が望むだけのものが戻ってくるかっていうとそうではないんですよね。財産を うやって分配するときには優先株式を持っている優先株式を持っている株主に対して優先していきますから、まあ、おそらく劣後株式であればあんまり財産まあこう割り当てられないだろうななんていうですね、まあ、こういう形になりますよろしいでしょうか丸一番配当残余財産分配についての種類株式ということになりますじゃあ丸二番いきましょう議決権制限種類株式ということになります 議決権制限種類株式とは発行する一部の株式の内容として定款の定めにより株主総会の全部または一部の事項について議決権を行使することができない種類株式であるここまでアンダーラインを引いておいてくださいこれもよろしいですよね一株一議決権の原則っていうのがあるけど例外も結構あるんだよなんて話をしましたよね実際にこの議決権制限種類株式を 有している株主というのは議決権を行使することができませんまさにそこと連動しているので一緒に押さえていただければと思います続いていきましょう丸 ③ 番譲渡制限種類株式さあどうでしょうか皆さんここでピンときた方いらっしゃいますかねはいそうですね先ほど見ていただいた ③ 番の特別な内容の株式の丸 ① 番譲渡制限株式ってありましたよね でまた戻っていただいて今度は番番の番上制限種類株式間に種類ってついてるかついてないかの違いで実は説明見ていただくと一緒なんですよねこれどういうことかっていうと上制限株式これ特別な内容の株式として発行することもできるんですけれども種類株式として織り交ぜて発行することもできますよ内容は一緒ですよ。ということになります。 実はこの丸3番。それから次の丸4番の取得請求権付き、種類株式。それから丸5番の取得条項付き、種類株式については、先ほどの特別な内容の株式で説明した。丸1番丸2番丸3番というところと、基本的に定義については同じになってます。同じになってます。種類株式として発行した場合の呼び名がこの種類っていうのがそれぞれかっこ。 4番の種類株式の説明のところの3番4番5番で言うと「種類」という言葉がですね入っていますよね。呼び名が変わるんだよとこのぐらいで押さえておいていただければ結構です。内容については一緒ですのでまあおさらいがてらですね色が変わっているところにつきましてはアンンダーラインを引いいいいてておただければと思いますそれからどんどん行きましょう続いて「番ですね全部取得条項付き種類株式」。 これンンダーライン引いていてきましょう発行する一部の株式の内容として株主総会の特別決議により会社がその全部を取得することができるような種類株式ですよということになります。ですから取得条項付き種類株式と、まあ、いとこみたいなもんですよね。取得条項付き種類株式よりも、まあ、全部取得条項付き種類株式で会社側がもう全部買い取りますっていうことを言える。 そこの違いがあるよというところを押さえておいていただければと思います丸 ⑧ 番につきましてはこれはそうですね重要です拒否権付き種類株式これはニュースなどでも結構出てくること多いですねどういうものなのか見てください発行する一部の株式の内容として当該種類株式の株主に拒否権を認める種類株式ですよということになりますですからこれどういうことか 株主総会で決議が行われたときに、いやいや、ちょっと拒否しますというですね、拒否権がついてますよということになります。だからあの非常にこう経営にインパクトを与えることができるんですね、この拒否権付き種類株式を持っている株主というのは。だからこの株式については黄金株とも呼ばれます。黄金株のところもしっかりとマーカーで引いといてください。ちなみにその後見てください。この株式がある場合。 株主総会の決議のほかに拒否権付き種類株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要になりますよだから普通の株主よりも経営に対して非常に影響力が持てますよこう捉えていただければと思います最後丸八番ですね見てください選会任種類株式ということで指名委員会等設置会社ではない譲渡制限会社に認められている 取締役役または監査役の宣会人について議決権を行使できますよとこういうい形になります、まあ、ですでから当然これ旋回人ということで取締役または監査役の旋回忍についての議決が行使できるということでできない株主に対して非常にこうパワーを持つとこう捉えていただければいいかなと思います。さあここまでの内容なんですけれどもいかがでしょうかね ちょっと混乱したよっていう方が特別な内容の株式としても出てきて種類株式としても出てきたものがありますよそのあたりですね表がありますねちょっと言っていただいたところに特別な内容の株式と種類株式という表があると思いますのでここでおさらいをしておきたいと思います実は今説明した中で皆さんにお見せした株式の種類というのは この表で言うと、丸一から丸八なんですね。で株式の特徴というところに着目をしてください。ここで、まず、しっかりとおさらいしておいてください。今、説明した内容というのが、全部こう一覧になっていますので、丸一から丸八まで色がついてますね。しっかりと後で読み込んでおいていただきたいと思いますが、丸三番、丸四番、丸五番につきましては。 特別な内容の株式としても発行できますし種類株式としても発行できますよということになっていますじゃあ ③ 番って何だったかっていうと譲渡制限ですよねで、特別な内容の株式の場合は譲渡制限株式種類株式の場合は譲渡制限種類株式と呼びましたそれから丸 ④ 番見てください株主が会社に取得を請求できる権利が付与されている株主側が今もう買い取ってくださいよって言える これは取得請求権付き株式あるいは取得請求権付き種類株式ですね逆に会社側が株主に対してちょっと買い取らせてくださいこれが丸五番ですね取得条項付き株式あるいは取得条項付き種類株式ということになりますこのようにですね、えー、しっかりと押さえていただければと思います ただですねこれ覚える分量っていうのはなるべく圧縮していった方がいいと思いますのでまあ例えばこういう覚え方もありますね種類株式のみ発行できますよつまり織り混ぜて全部はそれにできませんよというのがこれら配当残余財産分配議決権制限全部取得条項付き拒否権付き選開人。一方で特別な内容の株式としても種類株式としてもどちらにも発行できますよというのが譲渡制限 あるいは取得請求権付きあるいは取得条項付きということで種類のみなのかそれともどっちもいけるのかこれで5つと3つで切り分けて押さえていただいてもいいかなというふうに思いますちなみになんでじゃあこれ全部いいじゃないですかってもう特別な内容の株式としても発行できるようにしたらいいじゃないですかもしかしたらそういうふうに考えた方もいらっしゃるかもしれませんこれなんでダメなんですかねそうですね まあダメだよと言われているこの特別な内容の株式として発行できませんよと言われているこの5つについては全部この種類で発行されちゃうと困るよねというものになってますねまあ例えば配当残余財産分配で優先株式全員優先株式です意味なくなっちゃいますよね優先の意味がなくなっちゃいますねあるいはそうですね議決権制限株式種類株式 全員そうですって言ったら議決権行使できなくなくっちゃいますよねですから全部がその1種類になってしまうと都合が悪いものが種類株式のみ発行できますよ種類株式としてのみ発行できますよと押さえていただければと思います。さあそこの応用でですね皆さんに押さえていただきたいのはちょっと飛びましてカッ6番ベンチャーファイナンスにおける種類株式ということになります。 平成30年に出題されていますのでちょっとポイントを押さえておきたいと思いますベンチャーファイナンスまあ、つまりベンチャー企業が資金調達をする場合にこの今説明した種類株式っていうのをうまく活用していくといい感じで資金調達できますよというのがここの内容ということになりますで、これですねまあ、皆さんいろいろポイントがありますので後で目を通していただければと思うんですが 大事なポイントだけお伝えすると丸一番の企業家側の意義というところでここアンダーラインお願いします株式の希薄化を抑えた大規模資金調達というふうに書かれていますここですね企業家側の意義でこれどういうことかアンダーラインをお願いいたします経済的権利を付与することにより一株当たりの価格価値が高い種類株式優先株式と 普通株式の価格差を利用することによってここですす業家ののの株式持ち分の希薄化の防止をしていきますよとここがですねこのベンチャーファイナンスベンチャー企業がこう資金調達をする時にですね、まあ、うまく活用できる意義ポイントなのかなと押さえていただければと思います。どういうことかベンチャーですので、まあ、結構こう大掛かりな投資が必要だったりするわけですよね。 普通のこう企業と違ってハハイイリリスクハイリターン結構大きく投資してその代わりリターンも大きいよ場合によっては IPO 株式上場しちゃいますよとかそういうイメージですねですから最初に資金調達必要なんですよアイデアはいいからとにかく資金ちょうだいこういう感じですね。ところがですねもう普通に株式発行してあのどん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 資金調達していくと企業家側が持ってる株式の数っていうのが減っていっちゃってでその他大勢の株式がバーッと増えていっちゃう。 そうするとやっぱりベンチャーって機動力とかが重視だから本当は起業家側がもうしっかりとここで一気に突っ走りたいなんていう意思決定をする場合にもですねやっぱりこう出資者がいやそこはやめとこうよなんていう形でブレーキかかっっちゃったりりすする場合ありますよねだから一定のやっぱり株式持ち分のこうインパクトっていうのは残しておきたいですよそう考えるわけですよね。そのののの時にに活用できるのがこの優先株式式配当方式という風になります まずここの背景っていうところをですねしっかりと押さえておいていただければと思いますで内容につきましては優先株式の配当方式についてですねそこに表としてまとまっていますので余裕があるという方はですねここまで目を通していただければいいかなというふうに思いますよろしいでしょうかよろしいでしょうかはい一方でじゃあ投資家側の意義としてはどういうものが挙げられるんですか 要は、あの、企業家側としてはどういうことかって言うと、優先株式って、ま、ちょっとこう有利な株式を発行することによって、それは、あの、価格を高くするわけですよね。で、それを投資家に買ってもらうと。で、自分のところは、ま、普通株式かもしれないんですけど、ま、だから金額としては、あの、投資家が高く買ってくれるので、資金調達できるんですけど、ま、株式数としては、まあ、まあ、あの、そんなにこう。 投資家の方に持ってかれなくても済みますよこういう考え方なんですがじゃあ投資家側でそれって意義あるんですかありますね2つありますダウンサイドリスクの低減ということになりますこのダウンサイドリスクって何なんですかまあ、よくあの過方リスクなんていうふうに言われますよね下振れリスクとかも言われますどういうことかちょっとアンダーライン引いてください見なし生産条項とは 種類株式発行会社に M&A が生じた場合に発行会社にを生産したものと見なしてこととを言いいますよということになります、まあ、ここで新しいキーワードで見なし生産という、ね、そういうものが付いた種類株式っていうのもあるよというのが出てますのでこれについてはしっかりと押さえていただきたいなと思うんですけれども。 まあ例えばそうですね先ほどの優先株式の一つの種類としてまあこちらまあ優先株式の種類というかその種類株式の投資家側が有利になる条件としてまあ一つつの種類として見なしてな生産条項をつけるっていう手がありますでこの場合何がいいのかっていうとまさに今アンダーライン引いていただいたように自分が出資しているベンチャーいやこの起業家は見どころあるよこのアイデアはいいよだからうちが出資するんだよ。 ところがそれがこう大手にパクッとこうやられちゃって M&A されちゃったなんていうことになると自分の出資分っていうのがそれこそ希釈化されてしまって投資家としてはあれって全然うまみなななないいいじゃないなんていうことこになりますよねだその時に例えば M&A がもう実際に,こう動きそうに動きますよといった時にはもうその会社自身をもう生産したものとしてその時点で一旦財与財産っていうのをしっかりともう分配してもらいましょうね。 それによって M&A にされることによって投資家が失うものいわゆる下振れリスクっていうのを低減することができますよね。ここでまず一応こう最低限のものっていうのは取れちゃう。これがですねまさにダウンサイドリスクの低減と考えてください。でもう一つはガバナンスの強化 B ですね。ここもアンンンライン引いておきましょうガバナンスのの強化をを図るための取締役専任権やや拒否権等を種類株式優先株式式優先 株主間契約等に織り込むことによって企業価値の向上を図るベンチャー投資の実効性を高めることができるここまでまずアンダーライン引いていただきたいんですがこれだけ見るとちょっと分かりにくいかなというふうに思います何のことを言っているんだろう次の方がちょっとイメージ湧きますかね M&A によるエクジットに関しドラッグ・アロング・ライトとは多数の投資家の賛成等の任意に設定された一定の要件を満たした場合 発行会社創業株主に限らず他の株主に対しても株式の売却に応じるべきことを請求することができる権利ですよということになります、まあ、つまり M&A って言ってもいろんな M&A がありますよねこれちょっと先ほど私も説明不足だったんですがダウンサイドリスクの低減のところでお話した M&A っていうのは、まあ、どちらかというと投資家側からしたら、まあ、大資本にこう 飲み込まれてていってしまってですねしかもそんなに値付けも良くないとアイデアだけも重られていってしまってで結局自分が出資した分というのがもう本当に株大企業の株主,株主とですね希釈化されてしまってですねパーになっちゃうそういうケースのお話をしたんですがいやそうじゃなくてもう投資してきたベンチャーが一定程度の成果を上げてそれこそ大手資本に今度は高値で買ってもらいますよ いやここ売り抜けのチャンスなんじゃないですかって言った時にいやいやそれ反対だよなんていう人が他に株主とかでいたりすると結局こう売るタイミングっってていううのを逃しちゃうケースってありますよねだそういった時にはですねこのドラッグアロングライトっていうのが有効ですよとういう形になります。という意味では経営ののの意思決定のガバナンスの強化になりますよねまあですからここちょっと難しいのは同じ M&A という例を取りましたが見方によって投資家側に。 デメリットになる M&A もあればメリットになる M&A もありますからまあそのあたりについてはそうですねまあ実際にこう普段の日常のニュースなんか見ててもですね M&A のニュースなんていうのは出てくると思いますのでまあそのあたりしっかりと見極めていただけるといいのかななんていうふうに思いますこれ実際難しいですねやっぱり中小企業診断士特に最近は事業承継なんかで M&A っていうのを一つの選択肢として自社を残すんであれば後継者がいなかったとしても いいいいいい人人がいればそのののにに買っっててももらまましょうっていうう支援の一環だよよなすねですからご相談を受けるケースもありますがじゃあ実際に金額がどうなのかとかあるいはその条件がどうなのかとか譲り渡した後のじゃあ経営者の立ち位置っていうのを契約でどういうふうに盛り込んでいくのかとか非常に複雑で起業家あるいは経営者にとってメリットになるのかデメリットになるのかっていうのは非常に分かりにくいところありますよね。まあ、そういっったとところもちょっとですねあの少し 付随知識としてですね押さえていただければこの内容っていうのもあの非常にですね例えば白書の内容なんかとも連動しながら押さえていただくことができるんじゃないかなというふうに思いますはいここまでですねよろしいでしょうか株式の内容と種類ということで確認をしてきましたまあ、ぜひですねもう一度特に試験で狙われやすいのは種類株式としてのみ発行できる株式とそれから特別な内容の株式としても発行できますよという株式 この内容についてはですね非常に狙われやすいポイントになってますのでもう一度板書で確認をしておいてください。